エミヒカール2雷人間は、ドイツのシュタンデスヘル。雷人間公。バイエルン王国軍の陸軍少将、連隊長だった。雷人間公カールとその妻の伯爵霊女、クリスティアーネ・ヴィルヘルミーネ・ツーズ・オルムスレーデルハイムの、間の、第4個、長男として生まれた。高下の所領は、フランス革命戦争の戦火に巻き込まれ、高下一族は1796年に、 プファルツ地方へ避難した。1803年、帝国代表社会議主要決議により、来人間家は、ライン川砂岩のすべての所領を放棄した。その保証として、同家は世俗化によって解体された旧、マインツ選定公領の一部、旧ビュルツブルグ市協領の一部、プファルツ選定公領の一部を領地として割り当てられた。効果は、 アモールバッハの旧修道院を新たな館とした。高架は福音派信徒だったが、1600キロ平方メートルの広さの所領に住む9万人の住民はカトリック信徒だった。この来人元光領は1806年に独立諸公の地位を失い、光領の主権はバーデン大公国、ヘッセン大公国、バイエルン王国によって分割され、この決定は、 ウィーン会議の決議により確定した。翌1807年の父の死により、エミヒ・カールが高下家督を引き継いだ。エミヒ・カールは1787年7月4日に、エーベルスドルフにおいて、ロイス・エーベルスドルフ伯ハ,ハインリヒ24世の娘、ヘンリエッテと最初の結婚をしたが、1801年に死別した。1803年12月21日に、コーブルクにおいて、 ザクセンコーブルクイコーレザールフェルトコフランツの娘ビクトリアと再婚した。彼女は最初の妻、ヘンリエッテの名であった。1814年にエミヒカールと死別した後、未亡人ビクトワールは1818 18年にイギリス王族のケントコエドワードと結婚し、二人の間の子供の出産が目前に迫るまでアモールバッハで新婚生活を送った。 ケントコ夫妻の唯一の女ジ,ジ・ビクトリアは1837年にイギリス女王となった。最初の妻ヘンリエッテとの間に男子を一人設けた。二番目の妻ビクトリアとの間に一男一女を設けた。ありがとうございます。